さあ、始まりました。古賀伊の論壇、この番組はカリスマプログラマー古賀伊による理系エンターテイメントトーク番組になります。ええー、私は司会の山路達也です。どうぞよろしくお願いします。ます今日はあのベーシック、あ、そうだ、先に、そうそどこっていうコメントがいきなり来てるんで、そうそう、はい、なんか。全く違うところに見えたんですが、あの <laughs> スタジオをこう改装しまして。この。 配信。そうなんです。スタジオが異世界になったんですよね。はい。かなり、なんというか、今までの、今までの愛想のない背景から比べると、アナログゲームとかでオシャレな感じになりましたね。これ全部なんか、ほぼ私物みたいですけれども、スタッフの直屋さんの、うん。なんか、跳ねたトラック、跳ねたトラックが良かったんだろう。 跳ねたトラックって何ですか世 <laughs> <や>世界異世界それをどうやって背景にするんだかちょっと分かんないけれども、うん、これ今回タイトルはまあ一応あのベーシックインカムになってるんですけれども <laughs> 始まる直前になんか「偉いやたらこの今日ってでかいニュース多くなかったですか?」多いですねなんか今週末から <laughs>、あのーあ。今週末で先この場合先週あれ週 でいつ始まるいいつ始まり日曜始まり曜始まり日曜私、カレンダーは月曜始まりにしますけど、曜始まりかなんか、うんね、司法省がグーグルをなんか訴えようとしてるとか、うん、あのさらにはこう今日なんかは NTT がどこも子会社にするとか、その他もろもろ、相当でかいニュースが多かったんですけど、うん、そうだから、でかい割に、だから,あのだからちょ、ちょっとすぐにと、うんと。いやでも 一番大き,な大きいはずのニュースというのは、あれだよねアーミニアとあのアゼルバイジャンの間で戦争が始まる。はい,はい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 。戦争って言っちゃっていいのかしら。うん、でも少なくともあれだよねうん、うん、アーミニアの方はなんか、成人男性をだから、うんうん、もう全員動員する、ね。徴兵した。 動員って言い方しています、ね。<員>うん。だから英語で言うと m o b i l i って言いますけどね。もうそれは徴兵は普段からあるってことなんですかねもしかすると。それは、それはあるというのか、うん、国力違いすぎるんだよな。<laughs> アゼルバイジャンが、うん、えっと、あの、なんというか、東の方ですよね。東で、いや、西です。<が>そう、<れ>だから西にあるちっちゃい方のがだから国が、あ,あ、ごめんごめん。アゼルバイジャンが、だから東がそ<東>そうそう東側で、カスピ、そう、カスピ海の、だから、あれです。あの、そう、西海岸にあるのが、うんうん アアアゼルルバイジャンで隣がアルメニ兵力が違うというのはアゼルバイジャンの方が圧倒的に強い圧倒的にうん圧倒的にあの金持ってるんであ、うん、あのまあまあ石油が出る分何、はい、か人口は確かアゼルバイジャンが1,000万人ぐらいでアルメニアが300万人とかなんかそんなような、うん、そうだから国力違いすぎんだけどねうん、うん、アゼルバイジャンはなんでそんなに国力があるんですかそれはもう、ね <い>まああのうんアゼルバイジャンに国力があるというよはアルメニアに国力がないんだけどね。はあ。でなんか。まあ六二資源ないし。うん、その割にはなんかアルメニアってえらく持ってるというか。まあ何せあのロシアがあの<ー>支持してるんでこういうのもなんだけどももうあの。 アゼルバイジャンに対するくさみ、くさみじゃないか、あれはという。で、領土とか見るとすごいんですよね。だから、まず、アゼルバイジャンも、あの、そう、だから、こっちが東側だとして、うんうん、アゼルバイジャンがここにあるとしたら、アルミニアはここにあるんだけども、アゼルバイジャンの飛び地がここにあって、しかも、アゼルバイジャンの中、あの、あの、だから、あの、山のところにカラバフという、かうん、あの、ながらのカラバフという場所があるんだけど、これは、あの、そう、あ,あの、 アアルミニア人があの実行支配しているという,いもうなんか戦争を起こそうという感じのなんかもう配置になってるいがそうそうそうだからどうすれば仲良くできるねんっていう配置ではあるんれ今回しかもドローンが使われたりとかしてるんですかそう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 もう実戦にドローンが投入されてたりするへえ。 なんかあれドローンしかもあのアメリカが使ってるようなあれですよだから通信を衛星経由でやるようなディラックスなやつではなくてラジコンで飛ばすみたいなそれに手榴弾ぶ、うん、なん弾ぶら下げてみたいな感じなんですかねいや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 それであれですよ対空ミサイルサイドを潰してますから、ね、ああ<ー>あの画像がフェイクでないとしたらでもちょむしろフェイクする方が難しいんじゃないかなどうなの へいやなんかこ,これって何ていうのかなどれぐらいでかい戦争戦争というか戦いに影響いや人によればあの,あ,あ,のあれですよあの一時大戦のセルビア軍皇太子、ね、あの暗殺みたいなことを言う人もいればであの。 まあしょっちゅう紛争、インド・パキスタンみたいな感じはあって、しょっちゅう戦争まではいかない紛争をやってては、あの、あれですよね。だからいつの間にいななになってるっていう、だから意見もあるんですけども。 そうか、まだ、ちょっとその状況が。なんか本当に頭を抱えるような場所ですよね。その、あの、あれですよ。両国のすぐ南にはイランがあって、<laughs> で、西にはトルコがあって、で、で、北を見ると、だから、あの、ロシアで、あの、あれですよ。あの、さらに、だからすぐ、あの、あれですよ。あの、西の段には、あの、ジョージア、グイジアがあるという、ね。なんというか、こう、 日本って昔戦国時代なんかってのは細かい国に分かれてたりしたじゃないですか、はい、早めに天下統一されてまだラッキーだったんですかねっていういやでもあの日本は土地の広さで言うとだからあの狭くはないけど例えばヨーロッパの国に比べるとあれですよね日本よりも広いのはあのスペインとフランスだけなんでうんあ,あ待ってあのスウェーデンがあるか。 北欧まで含めるとだからこの3つだけなんですよね日本よりも広いは。でもその一方をあ,のあのあれですよカルフォルニア州1個よりもすあの狭いわけですよ日本という、うん、しかも島ですから、ねはい、いやそれにしてもなんかこう細かく、うん、細かいそのやつに分かれて争いすぎるやろっていうのがありますけれどもね。 いくらなんでもいや細かくもなくて結構結構広い国ですか人口人口レベルでいっ,ったらね,ね、うん、そのア,アゼルバイジャンでも1000万人とかというのがかつてはあれですよねどちらもあのソビエト連邦の一共和国だったんですよ<ー>でもその頃から仲があの悪くてこういうのもなんですけどもあの もうユーゴスラビアが可愛く見えるぐらい仲が悪かった。<laughs> ユーゴスラビアが可愛く見えるレベル <laughs> いや。いや、嫌な例えだな。嫌な例えですけどね。うん、いやー、そうですか。まあ、ちょっとこれはまだあのアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘に関しては。ちょっとどうなっているのかっていうのが、あの詳しい情報っていうのは。うん <で>で普通こうなってるとこういうことが起こると原油価格ポーンと上がるんだけれども、うん、今はあれですよあの,あのパンデミックのおかげでダブついてるから <laughs> <laughs> もうあらゆるところで予想外のことが起きてるなそうだから実はオイル棚もやばいんですよねあのパンデミックのおかげでは原油がダブついてるということで、はい、そうかこんな国家油田みたいなものとかも全然 あのカスピ海とかあの辺のやつとかもいやだから結構いろいろなものの、うん、あそうだからそうやって考えるとパンデミックってやっぱすごいんだなというはい,い,やいやじゃあまず最初の話題これもでかいあの話題なんですけれどもトランプが。 税金を払ってなかったというあいこれはどっちかっていうと、まさかではなくて、やはり案件なんだけど。やはり案件。やはり案件なんだけども、<laughs> <り> <laughs> だ,だから、あの、ちゃんと、あの、ニューヨークタイムズが証拠を押さえた上で、言ってるというところが、はい。トランプアニメは<で>フェイクニュースだって、うん。いや だからあれなんです。写しを出すだけでいいんですよ。<laughs> 特に何か努力をする必要はないんですよ、ね、だから本人は監査中とか,だから言ってるけど、それは公開しない理由にはなりませんというのはもう司法省が言っちゃってる。ほー <laughs>、うん。だけれども、あの、出さなければ違法ですというところでも、それも止まってるんだよね。うんうん、出さなければいけないというのが違法。 だから今までは、だから監修で出してたわけ。ははははは。うん、法的に決められたことじゃなくて、大統領たるものはこう、規範、示すべしみたいな、そうそうそう、そうそう。は出さなければいけないんです。日本と同じで。資産公開しなければいけない。<あ>大統領は違うんだ。大統領はだから監修でやってたんだけどは,<ー>はい。なんか、いろいろ、あだというか、そなんかへ変な感じの、 例外みたたいなのがあったりするんでそ,うかそこトランプはある意味そういうグレーなものというのはいちいち裁判を起こしていちいち判決をかけあの,あのだから勝ち取ってだからそれが判例になっていってだからこういう場合にはこうってなっていくのがあれですからあの,あの、うん、そうそうあの米国流なので。 これ。だから今まで大統領が、あの、あれですよ。だから、あの、資産公開は拒んだということはなかったんですはい。<laughs> だからすごいですよね。これ、記事とか見ると、その1年間に払った所得議員ではないです。議員はなれません。アメリカの場合、3件、あの、日本よりもきちっと3件分立してるので。はい <laughs> これ、所得税。だから行政のトップなので、だから、ましてや行政のトップなので、だから議員は絶対なれないです。はい。だから議員は辞めなければいけない。 だけども、元、元議員というのは、割と、あの、大統領になる、あの、あの、ルートとしては、とてもありふれてて、オバマも上院議員でしたよね。うん、まあ、言ってみたら顔を売るというか、その正解に、そういう意味で必要ってことですよね。うんまあ、うそ,そうそうそ、ね、う。だけど、なんかトランプはある意味、そういうルート、伝統的なルートから違う。 ところから出てきたという話ではありますね、うんうん。で、こうなんかトランプが納めた税金になって、2016年と2017年の納税額それぞれ8万円程度という、うん、<の>750ドルというこれあの日本時間で明日ですかね。うん、なんか大統領のための大統あの二人の大統領候補のディベートがあるあみたいです。あるんですけど、はい、この税金の問題って結構いいこれですが氷山の一角というね。<laughs> うん おえこれ、この税金の話とかって全然トランプ支持者にはコアな人はもうそういうのも全然入らないでしょう、もうもうトランプでなゃ、うん、まあいわゆるトランピアンと言われている人たち俺たちのトランプ、うんうん、ただ選挙の数字を決めるというのは、うん、どっちにしようかなという人たちなので。ううううんうんうん、うん、うん でそういったひ人たちにはやっぱり響くものがあると思いますよじゃあ本当にディベートには何かこうディベートでどの程度使うかというのか司会がどの程度この話を振るか。あー でもあると思いますけどね、はい、<laughs> トランプ支持者もやっぱりと思ってそうってうんなんかある意味そういうアナーキーというかアウトローなことをするから人気があるみたいなところもあったりするから難しいですよねこれは。あいやだけれどもあのマジョリティにはなれえないわけですよで結局前回の大統領選挙の時もあのマジョリティではなこれもこれもやっぱりだからあ,のあれですよだから法の不備が。 うん、彼を大統領にしたというのは、だから、ここ一番、あの、重要なところなので、だから、なんでトランプは大統領になれたのかとかって言うと、だから、あの、あれですよ。だから、あの、リベラルがお高く止まりやがってとかっていうこと、言うことはありますけど、一番、一番最初の、だから、あの、絶対に否定できない理由というのは、法の不備ですうんうんうん。はい。選挙院制度の。そうそう、エレクトラカレッジのおかげです。<ー>はい。うん いやだからもちろんあの接戦まで持ってたという理由というのはだからいっぱいあるわけですよ。<っ>あの,あのだから要はだから接戦衆を。 まあ、要するに、だから、この州を落とすとだから、あの、ポピュラーボートに関わらず、取れるというところを懸命に攻めたという、あの、選挙戦のうまさというのはあるんですけれども、うん、でも、根、根源的な理由というのはもうそこです。はい。うん、エクトラル解です。はい。これなんか、バイデン、 が、じゃあ、有利とは言われてるけども、バイデンはなんかこう、認知症の疑いもあるみたいな。いや、だからそれは、やっぱトランピアンの言うことですよ。いや、うこういうのもなんだけど、ある程度はあると思うよ。 もう年まあ、だけれども、あれだからね、少なくとも周りの言うこと聞くからね。<laughs> <laughs> なるほどね。<laughs> それは大きな違いだこれ、まあ、そのトランプス。まあ、あと、あれだね。だから、今回の場合は、税金いっぱい納めてるねというのも使えるよね。<laughs> そう、だから、結構びっくりしたのが、2017年のあのは、バイデンの納税額で、あの、うん、あれですよ。あの、あの、 え、2.5ミリオンダーンしたがら230万ドルぐらいある。なんでそんなにあるって言ったら本が売れてた。おお。いや英語圏でベストセラーになるってすごいなって。うい,うね、いやなんか、はい、変なところに関心。これ、はい、なんかあのそういやこの税金で脱税みたいなことの疑いも出てるんでした出てる出てる出てる。はい。そっちの方がむしろこう。 そうだから、大統領から、だから、トランプにとって大統領からあの滑ると,あのというのは、それだけで済まない可能性があるんだよね <laughs>、うん、もう本当に重罪人として、こう、なんか訴えられて、っ捕まえられるっていう、なんかでも、脱税で、なんか大統領選の結果、脱税で捕まったりしたら、ちょっとドラマチックですよね。今まであれですよね、<laughs> あの大統領で、だから、一番、 まあ、みじ、まあ、みじめという言い方が適切かどうかわかんないけれども、他に言い方がないんで、そういう言い方をすると、だから、ウィチャー・ネクスンですよね。はい。も、うん。でも、うん、<ー>でもウィチャー・ネクスンも、いや、あの、まあ、詰め腹を決めさ切、切らされたというのは事実ではあるんですけど、一応形、形建前としては自分でやめたことになってますか。うーん。なる <laughs> これ続いてこの政権のことに関連するんですけどこの TikTok の差し止めがはいいやでもこれ<き>もうこういうのばっかりですね大統領令を出して地裁が止めるみたいな<あ> <laughs> そう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 ,そう裁判所そう、うん、はいこれそもそもなんか TikTok 配信を止めるいきなり止めろっていうのは無理筋やろうと私なんかも見てて思ったんですけど、うん はい、なんかこうアメリカの連邦地裁とかっていうのはすごいまともな感覚を持っててそれがなんか、うん、まだ救いになってるのかなという気がしますけどもね、うん、えこれ TikTok って今そ,のそれこそ、えー、とオラクルとウォルマートって うんいやだからあのあれだよねうんだからあのそう大統領でそうエゼリウゼギモーラを出すとかっていうよりもあのあれだよねあのオラクに経営させた方がよっぽど簡単に潰せるんじゃないかというでもあのラリーエリクソンはか優秀少なくとも嫌われてはいるけど優秀な経営者ではないのですかうんだけどもうあのあれだよねだからあの そう、あの、プロダクトを買う、あ、あの、会社を買うと、うん、あの、だからそこのプロダクトが、だからいつの間に、そうそう、あ,<ー>あの、うん、静かに消えてるというなまあ、特にオープン、そう、OSS の場合はそういうことが多くて。ああ、サン、サン、ソ,ソラリスうん。うん、だっけうん。いや、だから、うん、そう、だから、あれだよな、そう、だから、うん。 うん、あ,あれは本当にあの IBM がかそうそうあの金をけちってる間にオラクルが横からかさらったという感じが強いんだけれども。なるほどねこれとか腐敗が極まってじゃあこのまたこれもアメリカ絡みの話なんですけれど、うん、これはトランプ政権とは関係がないかもしれないんだけれどもこの。 米司法省がグーグルを提訴へっていやだからうし,うしないわけないよなとは思うけれども、うん、これはトランプの政権の話とはまた全然関係はなさそう全然関係ないということはないと思ううん、うんうん、なんでこの時期にとは思うかもしれないけれどもだから実際にだからやろうと思ったらだから、うん、かなりの長期戦になるというのはもう明らかなの。 うん、じゃあ大統領選のうんぬんかんぬんにはあんまりこの結果はグ、えーグルを提訴したことによる影響はあんまりなさそうな,なそう、うん、これちなみにこのグーグルの提訴司法省がグーグルをこう、まあ、独禁法で、うん、あの提訴したことに関して段差的にはそれはどう見ます、うんうん、いや当然そうなんですね。当然 うんうん、全広告市場ですだからネット広告とかで,ではなくてだから今やネット広告のメインというのはネットなんですよ。うんうんうん、そ,それただその単純にだから確かにもうあのドッキリ法が成立する余地あの成立する状況にはなってるわけですよね。まずはなんかあの検索の方のシェアみたいな。 ところからってその後広告にい,い,いや広告でしょ、うん、広告でしょ。というのも検索そのものはだからあの直に売りを立ててるわけじじゃゃないじゃん検索を通しただから広告が売り上げの源泉なので。はいうん、これなんかマイクロソフトのマイクロソフトがこのインターネットエクスプローラーを同梱して。 まあやってたことが問題視されて結局、はいろいろ裁判になりましたけれども、はいはい、それをに似てるんじゃない似て,似てるというふうな意見とかも結構出てたりするんですかいやそれよりも根は深いしで、うん、だからどういうふうに、ん、ど,どういうところを落としどころにするのかなというのもこのあとちょっと NTT の話も出てきますけれどもあれですよねあのどっ 金法によってあのあれですよね会社を分けたりサービスを分けたりすることによって客が帰って不便になるっていうこと結構あるんですよねいやなんかどうやって分けるんだろうって思いますもんね、うん、そのあのグーグルのサービスで言ってしまったらその検索とかそんなことも含めたところから得られる広告収入によって無料サービスを提供しているみたいなモデルじゃないですか、うん、なんか無料のサービスを提供それこそ G メールだけ切り出してやっても全然 どううやっってて維持するるんだよよいうことになるよねななあえて切り出せるっていうの o グーグルクラウドプラットフォームくらいそれも切り出すのってなんかとっても難しそうな感じはするんですけどもねいやでもそうでなくて例えばあの,あのあれですよあの Gmail と YouTube とあの別会社がやってたら<ー>じゃあサインオンどうするんだとか。 ああそれは本当にどうなるんだろうなんか、うん、ソ,ソーシャルログインみたいな仕組みをそこでもやってうんぬんかんぬんみたいな話になってくるのかなまあでもどきホの理念としてあの、うん、そうあのあれですよグーに突っ込まざるをえないなっていうのはもう確かなんですよね。うんうん 避けられない。うん。だから、あの、ググに何も、あの、だからしないというのはもう、それこそ職務怠慢になってしまう。うん。はい。でも、そう。あの、どこをしどころにするのかというのは、ますます難しい。だから、そう、昔の独禁法とは違うんだよね。昔の独禁法というのは、あくまでも、あの、あの、こういう、あの、あの、あれです。あの、 フィーという本がありましたけれども、そこで言うとこのビットとアトムのアトムに分類されるもの。要は、人に譲ったら自分の手元からなくなる。ものを伴ったものに対する施策だったんですよね。だから、ドッキン法が、あの、今の形になった、あの、一番最初のきっかけというのはあれですよね。あの、そう。 あのだから石油の独占でしたよねそれは、うん、一番わかりやすいものですよね、うん、言ってしまえば。うん、<ー>でも微妙なケースが出てきてで電話回線の独占というのはどういうふうになったかといったら、まあ、別会社がアメリカの場合はができてだから地域分割もしたんです。うん,うん,うん、うん で一応それはだからポジティブにはなるのかなだけれども今度携帯電話の時代になってあのあれですよねだから地域分割っていうのは実質意味がなくなりましたよねで今度はあれなんですねグー,グーが売ってるものというのはビッツでしょビッツでしょはいアトムスではなくてビッツでしょだからしかも売ってると言っていいのかすらよくわからないうん いいのかな？っていうのはう,ん、うん。サービスのほとんどもある。意味無料だったりもするわけだし、そうなんですよ。うん<ー>だから地域分割っていうのは今やあれですよね。アトムスの会社ですら、あの成り立ちませんよね。こ、ま、う、あ、この後ちょっと話出ると思います。けれども、うんうん、あのそうだから。 国鉄も民営化部分っていうのはとても、あの、だからいいと思うというのか、民営化した途端に、うん、あれですよね、新幹線がかっこよくなって、かっこよくな, <laughs> なっただけじゃなくて、早くなって、<ー>駅も綺麗になって。だけども、分割しすぎたおかげで、北海道とか四国とかどうするんだよっずっと赤字ですよね、うん、なんか <laughs> <laughs> あ。いやーいやいや。 これなんかそのアメリカなんかいや赤字はいいんだけれども独立採算のおかげであれなんですよねだからあのそうだから他の儲けそう損失補填ができなくなっちゃったんですよねはい <laughs> いやーこれ特にあの民主党に多いですけどギャーファを分割しようって話がやたら多いじゃないですか、はい、それどれもどれもなんか分割が難しい企業な気がするいやだけれどもああ まあ一番大事なところはあれですよね。あの、サイングサインをどうするかでもこれは会社が分かれてても技術的にはできるんです、うん。まあ実際、うん、Facebook のアカウントを使って別サービスにログインするってことはやってますからね。そう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 バリもやってたけど別に Facebook が金もらってたわけじゃないし、あるいは逆に Facebook に金払ってたわけでもないし。うん、いやいやこれもこれもなんかでも。 相当時間かかるしおそらく時間が経って決着が出る頃にはそのなんかその決着っていうのがあんまり意味なくなってるっていうことをまたやっちゃいそうな気がしてならないんですけどもね。うん、Windows の時よりもなんかグダグダな結果になりそうだわなというのかあれなんですよね。 なんかネットの速度に比べて34年ぐらいはかかりそうじゃないですか、うん、なんかわかんないですけど、うん、こううんであとじゃあもう一つこのアメリカが絡んだそういうことのでかい話としては半導体、うん、中国との半導体戦争が、うん、でこう戦争って戦争になってないじゃん。うん <laughs> えでも、えっ、ー、と。こういうのもなんだけども、うん、あの、あれですよ。両者の引いててるところというのはあまりに圧倒的な差があって、うんうん、あの、例えば、プロダクトを量産するっていうところではもう、あの、あれなわけですよ。もう、あの、あの、米国は勝ち目がないわけです。うん。でも逆に、あれですよ。だから、あの、CPU の設計だとか、あの、あれですよ。あの、知的財産に、あの、 あのだから関して言ったらもうあの中国勝ち目がないんですよね、はい、でこのさっき挙げたリンクとかでは、はい、そういうファウンダリーなんかもそのアメリカ国内でなんとかしようということでこう金を補助金をまあ突っ込もうとしてるみたいなんですよね。で今のところはあ,のあれですよね。ファウンダリーはあの <laughs> まあ大きいやつというのはまあ,あ,のあれですよね、TSMC とまあサムスンということ、うん、まあどっちも西,西側っていう言い方はまだ腐ってないとしたら <laughs> <laughs> なので、だから今のところだ、だからあのそうだから中国とあの米国とどっち取るかといったら米国を取ってるわけですけれども。はい、これあのファーウェイが TSMC とかの取引を規制されたりとか、はいはい、あるいは、えー、とサムスンサ、はい、サムムススンンはまだでしたっけあサムスも最後一応頼ろうとしてたそエスミックに関してもこの規制を入れようとして、はいはい、本気でこうファーウェイが CPU を調達できなくなるようにやってるのってこれってもう戦争なんじゃないかと思うぐらいの勢いなんですけど。とまで 抑えるってすごくないですか。まあそんな最先端のファウンダリーではないじゃないですか。うん、まだで。で中国が今からだからあの自前のファウンダリーを作ろうって言っててじゃあ,あのまず百八十ナノメーターですからね。まだ3<え>まだ三桁ナノメーターですか。えそ,そんなに遅れてるんですか。えそんなに遅れてるというよりも最先端がものすごいものすごい進んでるんですよ。 だって今だってあのあれですよ。うん、あのあれですよ。ひたけだナノメーターというのは、あの、やっぱりこういうののだから中心部であって、で、こういうのの周辺のモデルとかっていうのは、あのあれですよ。何世代も遅れたやつで十分間に合ってます間に合わせてますから。うはい、そうかそうか、最先端のところ。それでもやっぱりあれですよ。1 0 180ナノメーターというのは、もう <laughs>、うん。いや、これは先は長いなと。はあ。だから一旦あれですよ。 あの脱落したら、あの。あの、もう、おつけないぐらいの世界なんですよね。え、でも、それを。で言うんだったら、その中国が半導体を自前で作るのって、ちょっと。無理っぽくないですか。いや、だから、でも、あの中国の時間感覚でい。い、行けば、だから、そこで。うん、あの、だから、何十年か費やすというのは。あの、愛だというふうに思ってたけれども。うん,うん、うんだけども。 うん、あの香港とかで、なんであんなに急いで、ね、うん、あの,あのあれです、一国二制度をやめようとしてるの、事実上やめようとしてるのかとかっていうのを考えると、そうでもないのかなとは思うけれども、かつて中国といえば、あ,のあれですよ、泣かぬなら泣くまで待とうの、うん、だからあの、国だったんですなんかやたらこう、うん、強い反応をするようになりましたよね、うん、何でもかんでも。うんうんうん あ日本のファブもそんなもんだった気がするってコメントが日本は45ぐらいならできるんじゃなかったルネサスとかパナソニックが持ってた工場とかが、うん、40だから60だったかそんなような時間が解決するでしょ時間が解決その時に果たして今ほど CPU が重要な戦略物資というかに。 なってるかどうかってわかんないかも。そんな何十年とか後に半導体が。そこま地をいや、でも、あれです。あの半導体はいるんですよ。何をするにも。だから、あの、どんな種類の半導体かっていうのは、それ流行り廃りがあって、で、今はあの、だから、単なる cpu でなくて、だから gpu だったり tpu だったりするという。だから、ある程度、だから、専門性のある。うん あ,のあれですよあのだからシリコンの使い方するしますけれどもあのどういう風に転んでもシリコンはいるし、うん、であれですよあのシリコンからどれだけのそのシリコンがどれだけのことができるのかというのはもうあ,のあれですファムの性能でで決まっちゃうわけですよそういう製造技術自体が、はい、そのすごい微細なものを簡単に作れるようにはそうそうはならないんい なんだっけ、うん、で、今世界で、だから、あの、あれですよ、最先端の、あの、あの、ファブというのは二社しかない。TSMC とサムソンの。はい。はい。うん、で、で、インテルがその、あの、すぐ後ろを食いついてるけれども、もう、もうあれですよね。あの、 トップよりは遅れたところをインテルですらそうなんですよ。TSMC3 ナノメートルとかんかやろうとしてるんですよね違う話でできるのか三と5はもうんかやり始めてるわけですよね確かいやこうすごい世界だな作れるようになっておくのは悪いことではないまあまあそれはそうですよね日本はある意味その辺のところはもうなんかある意味脱落何気なく完全に脱落しちゃいましたもんね あ脱クというのがまあ自滅しちゃったんだな、うん、でまあなんかこの半導体のこう小競り合いの中で記憶者が <laughs> とばっちりを食らったという <laughs>。というのかもう投資ももう完全に半導体から降りちゃうらしいしね。あそうなんですか。うん、いやだからこのことだけを持ってもあれですよね。あのこうはっきり言って あれだからあの原発のしくじりのとばっちりだから東芝の場合 <laughs> そうかそ,うかそうずっと追ってきゃそうかそうです<ー>そうですだからあれですあの間違ったあれですよマスにチップを置いちゃったんですよそれが間違ったから結局不正会計とかをせざるをえなくなってパソコンの事業も何かその通りですその通りですはい ああはあはははは、はい。うわ、怖えな。いや、だから、あの、あれですよ。あの、あの、原発を、あの、あ。そう、もう一度復興させろって言うんだった。ら東芝を元に戻せぐらいのことは。い言い返してもいいと思います。東芝を返すぐらいのことは言っていいと思います。<ー>はい。なんか、あ。はい。最後の、最後の希望のサザエさんも亡くなったし。うん、<laughs> そういうのもありましたね。うん、確かに。そうかー。いやー。 いや、だから経営がダメだったわけですよ。でも、あの、皮肉にもあれですよね。あの、そう、あの、あと、東芝のノートパスコンプローシャープが拾うというね。<laughs> うんうん、なんでこんなうん面白いことになってしまったのか。んかでもうパソコンの本体自体ってそんなにこうホットな産業分野ではな高付加価値なものなんですけども。なにせあれだからね PC というプロダクトを根付かせた IBM 自身が手放しちゃったぐらいのものですかもう今やあの PC そのものがコモディティになっちゃいますだからね。 折りたたみできる UQL のパソコンとか出すらしいですけどね。うんうん、まあちょっとマニアックなものですけど。うんうん、じゃあこれアメリカつながりでもう一つ、うんはい、あのニコラというああこれなー,もう,ーも,うもう完全にあれだよなセロワノスの二の舞だよなスターフアイプだよな。よなあ,そう,、うん、あそうですか。その、えー、すごい電動トラックを 開発するぞするぞスルスル詐欺だったとスルスル詐欺というのが、うん、あの,あ,のあれですいやまさにだからフェイクニュースならぬフェイクプレ,スプレスリリースでここまで来てしまったという v a p o r w a r だったとウ<ェ>あっ Wear じゃないプロダクツだから w ェ a r ではないのか、うん、いやまあ w、うん、ェ a r でもいいこの場合いいとあのは、うん、普通 v a p o r w ェ a r っていった場合にはソフトウェアなんだけれども、うん、ハードウェアに対しても使っていいんじゃないですか うん、なんかニコラとかね水素,水素の方にもなんか将来的にはやっていくぞみたいなかなりでかいことを言ったので,でもあの GM と提携して、うん、そこでまだ GM の方からはいや<の>だからプロダクトの会社なんだからプロダクトを見せろのももう一言なんですよ。うんあれですよ誰かさんのあれですよ納税と <laughs> 同じですよ。 <laughs> いや、だから物があるんだったらそれ見せるだけでいいじゃないだけど、そんなのって GM みたいな、うん、そのある意味、プロダクツの専門家のあんだけいるところがそんなにあっさりだもん、うん、いや、まあそこなんですよね。だから今の GM トップというのは、まあ、プロダクトが分かる人たちがやっと来てくれたと。 それで、だから、それ、その一つ前というのは台数を追ってて、1000万台クラブなんて言い方もしてましたけども、それはやめて、フォーカスできるところにフォーカスしましょうと。で、あの、あれですよ、ガソリンエンジンとかっていうような徐々に手を引くので、だから、その間のつなぎは、あの、あれですよ、ホンダと提携したから、そうですよ、ホンダですよ。っていうところが、まあ、一番肝心のあれですよね、電気のところで、 うんうのはうんなんんかでも GM もまたやっぱ自前でもやんなきゃダメなのかなという GM を間違ったところにこのチップを積んじゃったのかもしれないですよねういや結,、うん、結構その可能、うん、いやだから一番チップ多く積んだのは GM なのでうわーじゃあ本当になんか 何年かしたら投資を受けいうのかやっぱり、いや、いや、だから、何と言えばいいのかな、これだけニュースがあって、だから、あの、うん、技術の自社会議をしないっていうのは、あの、いくら何でも、二不沈すぎるでしょう。うん GM、うん、だから自分は、だから、あの技術がわかるからあの、他社から調達、あの、 あのするというのは割とあっさりできなくなってしまうもんなんだなとだから投資ごごめんごめん,ごめん,ごめんトヨタもホンダもハイブリッドに関してはあのもう自分で育てましたよね。 へー、そうか。なのに、あれですよね。電気自動車に関しては、あの、あれですよ。バッテリーとモーターさえ買ってくれば誰にも作れるって言ってる、だから人たちが、どこ見てるんじゃいと。<laughs> やっぱり難しいところは難しいんだなと。やっぱテスラそれなりにすごいんだなっていう。うん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 。うん、なんか、本当に、 走るスマホみたいなことを、あれイーロン・マスク自身が言ったんだったかなそれはちょっと忘れましたけど、本当にモーターつけて、電池乗せて、なんかソフトウェア乗せたら走るんかと、みんな思ってたらそうじゃなかったっていう。いや、電池は難しいっていうのはみんな分かってる。うんうん、で、あれなんですよね。あの、そう、内燃機関というのか、レスピュアエンジンというのは、モーター。発動機としての能力というのは、もう、エレクトリックモーター。 そう。あの、あれですよ。電動発動機には全くかなわないんですよね。いや、だから全くかなわないから、あの、あれですよ。あの、そう。そう。あの、6気筒が8気筒が12気筒がね、あの、あれですよ。DOHC が、だから可変バルブ機構がって言ってて、そうやって複雑なことをすれば複雑なことを言うほど、あれなんですよ。いや 電気モーターだったら、あの、あれですよ。本当に永久磁石と、うんうん、だからコイルだけで生きちゃいますよ、と。うん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 。でも意外にそうでもない。ギアすらいらなくなりますよ、という。うん<ー>。だからモーターに関しては、ね。だからモーターの部分っていうのは、まあ確かに、あれですよ。下手すると、ねえ、まぶちがアップを始めましたみたいなことも、<laughs> あれ、あの、あり得るかもしれない。だから、うん。<ー> あれですそう、レシプロエンジンに関しても、実はヤマハが似たような立場にあって、だから,<ー>だから結構、あの、あれです、あの、商業生産の、だからエンジンとかっていうのはヤマハ作ってたりするんですけど、でもそれはさておき、モーターではそれがもっとすごい規模で起こるなんていうことを言われてますけれども、だけどもやっぱり自前でやってる、あのところと、だから、そう、だから他でやってるところを国に立てて OEM してるところの差というのはでかいな。 なんか中国っていっぱい EV メーカーありますけどその中でもテスラとかかなり、うんうん、いやだから台数を全部足すとあれなんですよね、うん、中国が半分なんですよね EV の世界というのは、まあ、多分でもテスラがだからあ,のあ,あれですかね4分の1ぐらいですか4分の1はいってないのか、うん、でも結構存在感はいやだって高級な、ねうん、高級なやつ作ってるからそうだからテスラの戦略としてだからまず高級で値段を あ,のあんま問わない人たちに売っといてだからそこから普及型を作ろうっていうのはうあの見事にはなりました、ね、だからそれはイーロン・マスクが来る前からそういう戦略だったんですあえイーロン・マスクが来るイーロン・マスクいやだから最初のスパイダー出した時にまだイーロン・マスクいなかったんああそ,そうでしたっけ、うん、そうかそうかもうだからピクサーにとってのジョブスみたいな存在なんですよね、はい、なるほどね、はい、なるほどねそうかそうか、はい、なんかもうずっと、はい、育ての親なんです生みの親ではないんですよ、ね いやいやいやもう今や顔なので、はい、そ,そうかそ,そ,の辺もその辺のところすしっかり忘れてる、ねね、ますねじゃあえっ、ー、と今日のタイトルにもなってる話いきますか竹中氏もすなるベーシックインカム <laughs> <laughs> ベーシックってなんだっていう <laughs> えっとこの一応リンクあのヤフーニュースなんかでこのまあ この番組でもよく言及される竹中平蔵氏が。よくってほど言及いや割とよく言及しますよ。つるスタグとかつけたりとかしていろいろ言及されてますけどそういうまああんまりこの番組だからネガティブな文脈で言及されることも多い人ですがそのがまあでも実際に実際に結果を見たら持ち上げがたいよう。 財政政策であるとか、そういったものっていうのが全然日本では。いや、でもこの場合というのは割とわかりやすいですね。要は、生活保護を取り上げたいわけですよね。だから生活保護を取り上げる口実として、うん、ベーシックインカムという言葉をあの出してるんですけども、うん、でも、あの、あの、金、 ほとんどの,かあの方々が金額が少ない。まあ、月7万円じゃ、あの、全然足りないよとかって言ってるんですけど、僕はそこは問題にしてない。うん。それは1万円でも2万円でもまずはいいんだろうと。そうそう,そうそうそう。金額自体は安くても。一番大事なのは、あれなんですよ。あの、そう、あの、いちいち申請書とかっていうのを出さなくても、自動で来る。うん 自動で全員。そう、だから、あの、あれなんですよ。出筋を問わない。だから、お前は、だから、あの、何者だというのを問わない。強いて、だから言って言ったら、あの、あれですよね。あの、もらい損ねと、あの、あれですね。二重取りっていうのあの、は多分、多分さすがにそれは許容できないと思うので。うん,うんうん。だから、そこのチェックだけはしなければいけないと思いますけれども。でも、少なくとも、 うん、あなた何者よというのはだから全く問わないまあでも今のところはその国の国籍を持ってればみたいな条件はつくかもしれないですけどいやまああるいはあいやでもあの,あのだからこの間の10万円給付金は住民であればもらえたんじゃなかった、ね、うんそうかそうかいやだからあの基本的にあ,のあれですねあのあの そういう指定はしなければいけない。人類であれば、あの、誰でもというところまでは、まあ、さすがに持っていけないとは思いますけれども。うんうん、だから、一旦、だから、どうやって、あの、あれですよね、支給するのかっていうところまで、なんか、含めて、まあ、課題はあるわけですけれども。でも、重要なのは、だから、あの、いちいち、あ,のあなた、あの、もらう資格がありますかとかっていうのは問わない。なんだけども、はい。<laughs> うん。 彼の場合は所得制限だりとかそうそうそう,そう,そ,う,そ,うそういうことを最初に言っちゃってるというそうそうそう,そう、うん、いやーこううん所得制限って言ってた少なくとも記事で読んだのには所得制限ということを言及してましたよねそう、うん、これうがった見方をするならば彼はベーシックインカムを潰そうとしてるのではないかというそうなんですよねそうなんですよね <laughs> <の>か,かえってベーシックインカムの悪評が高まっちゃいますよねはい うんこの7万円で暮らしていけないそういう年金もなしにして医療費もなしにしてみたいな。そうそう。だからベーシックインカムもあれですよね。いろんなモデルを、あの、ちゃんと出すべきですよね。だからベーシックインカム以外のものがどうなるのかという。で、今できる一番簡単なベーシックインカムというのは、とりあえず他は置いておく。あの、あのあれです。 あのだからあの年金とかというのもまあ今まで通りらあの続けていくでまあその代わりじゃあ,あのいくらまでなら支給できるんだっていうふうに言ったらまあざっと計算してもあ,のあれですよだから特に財源とかっていうのを設けなくてもあ,のあ,れ,あ,あ,のあれですだから年25億円ぐらいはご,、うん、ごめんなさい25兆円ぐらいはいけるとらすと。 あれの、あれですよね。一人二十万ですよね。うん、だから、この間の、あの、だから、あの、だから、給付金、だから、二回分ぐらいっていうのは、まあ、特に何の努力もしなくても、うん、はい。なんかよく、特別措置でなくても、はい。ベーシックインカムってすぐに財源論の話になるんだけど、うん、別に少ない金額でやるんだったら財源は問題ないだろうそうなんですよ。すすよね、だから、今でも、あの、もうすでにこの時点,時点で、あの、 あれです。日銀が金融金、金、機関には配ってるんですよ。我々のところまで降りてこないだけで。あ,あそうなんですか。要は大きな連中に配ってたが、これをだから下々に配りなさいってって、<か>今まま全部切跳ねされてってた、ね、から来ないと。はいはいはい,はい,は,い、はい、はい。だからもう時間下に配れと。変えるのはそこだけでいいと。うん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 。っていうので、まあそんくらいだがいけると。うーん。うん で、今の、だから年金というのは、あの、あれですよね。あの、リタイアするまでの、あれですよね。あの、所得格差というのがそのまま持ち込まれる仕組みになってます。高級取りは年金もいっぱい取れるし、うん、あの、年金もらう段になってもいっぱいもらえるし、そうでない人というのは、しょぼい額だと。だからこれをもう、あの、国でやる分は、だからしょぼい額にとためちゃうと。 要は基本部分だけにするというふうにすると、まあ財源が、だから、あの、あれですね、50兆円ぐらいできますね。で、これも配るっていうふうに言うと、だから、竹中ンと、だから、同じぐらいになりますね。結構、月7万円でももらえたら、かなりの違いはありますよね。うん、まあ、要するに、だから、今の国民年金、うん、国民年金というのが、だから、あの、あれですね、あの、65歳からもらうようにすると、 あれが六万八千円だったのかな。はい。というのをまああの全員にすると、でもそのレベルでもすでにあのあれですよね。今の年金の仕組みというのを一旦取り崩さざるを得なくなりますね。はい、これしかもまあ、うん、あのいろいろんなところが最近になって竹中さんだけじゃなくてまあとにかくベーシックインカムというのをみんなが言い出し。 始めてるっていうのは、まあそれ自体は。でも前からいい前から言ってはいたんだよね。あ、竹中さん自身も、うん、ベーシックインカムという単語は出してたんですよね。でも具体的にニーダ発言したことによって、いやいやちょっと待てという。うん、前澤インカム、前 <laughs> これはあの元ゾゾ社長の前澤さんの、うん、配ってるお金のことですかね。コメントに前澤インカムってあるのは、うん。うーん で、僕が一番いいと思うのは、あの、あれですね。<laughs> 社会相続という考え。うん、今、日本では、あの、あれですね。毎年、ざっと100兆円ぐらい相続されるんですよ。100兆円もある、ね、?100 兆円もある。うん100兆円もあるって言うけど、まだ増えてるんですよ。高齢者が。 の割が増えてるからそ,のその通りです。その通りです。はい。うん。だから今は労働相続になってるんですけども、はい。だからこれをあれです。一旦国が相続しちゃうと。要は、だから、あの、別の言い方をすると、あの、日本国民全員が相続人だと。うん。 まあねで、これを原資にすると、だから、かなりいろんなことができるんですよ。で、ざっと計算してみると、何がいいかって言ったら、あの、累進課税がいらなくなる。要は、あの、それをベースに、だからしてて、で、足りない分というのを、あの、あれですね、まあ、あの、そう、所得税で取るとして、で、所得税、もうだから、もうフラットレートでいい。 で、実は社会相続というのは、あの、ま、勘違いでもないんですけれども、まあ、そう、あの、相続税の、だから税率が100%でもあるので,で、で、100%というのは100、100%は100%でフラットでしょ。うだから全部フラットレートにできる、それを。だから、それとベーシックインカムも含め、そう。 込みではい、所得税がフラットレートっていうのはなんか高級取りの人は喜びそうな感じがありますよね。うん、いやだから生きてる間は払わないんだから、これが一、これが、あの、あれですよ。あの、そう、金持ちにも、 一番嬉しいはずなんですけどまあでもその金持ちもいろいろ種類があるから <laughs> 要はその蓄えた資産っていうのをなんか自分の血筋に残したいというそういう欲が強い人にとっては。いやだからあれですよあのあの日本人な兄弟いいいじゃないですか <laughs> まあそれをねみんながサクッと覚えたら <laughs> いいんですけれどもね。これ本当人類的にできたらあの素晴らしいことになるんですけどね。うんなんなかあの 本当にいいいろんな問題が解決しそうな気がしているんですけれども、うん、あの,あのそうなんですだから生きでそうあのだからどうしてもあのああのある程度使わせたかった生きてるうちにあげればいいだからあの、うん、だからその税率も固定しちゃうだけれども100%ではないっていうふうにすればいいと思いますよ。うんうん。まさ、あ、かしこのあのここぐらいで議論が高まってきて、うん、しかも世界的に高まってきてるから。うん あの、本当になんか、何でかの動きがもう。一つ、一つこういうのもなんですけれども、耐えがたきを耐えてもらわなければいけないのは、ベースインガムにも。あの、だから、あの、あれです。あなたが殺したいほど憎い相手にも渡ります。ベースインガム。あの、そういうものです。うんうん、はい。超金持ちにもうん、病、うん、超金持ちでも、だから超貧乏でもあ、で、そう。で、あの、あれですよ。あの、 ここは意見が分かれるところだと思いますけれども、受刑者にも。はい。だから、あの、受刑者で使えない、使えないので、だから、あの、口座に溜まっていくという形になるとは思いますけれども、そうでないとベーシックインカムと、あの、だから、は、だから読めないと思う、う僕は。うん なんかあの、あ、うん、たら放置,放置も、もちろん、もちろん、竹中平蔵さんにもそうです。暴力団の資金源になるかな。うん。なんかそういうビジネスっては出てきそうな気がしますけどね。<laughs> いや、だからそれ、それこそあれですよ。あの、あ、ねえあの、えっ、ー、と、対暴法をちょろっと変えればいいじゃないですか。うん、色付けちゃうわけですよ。だから、ベース金嘩も、あの、あの、あれですよ。だから、あの、強奪した場合というのは、 さらに重大になるという。ああ。それは今の法律の枠あの、枠組みでもできますよね。うん,う,んうん。はい、あと、その、ベーシックインカム、まあ、あの反対意見としては、あの、最低賃金とかがもっと下がるんじゃないかみたいなことを言う人もいますよね。えっとですね、ベーシックインカム、うん、これ、ベーシックなインカムよりも大事なことかもしれない。今、我々、そう、そう、抱えている、 あの、一番やばい偏見というのは、あの、働かざずあるものを食うべからずと言ったけれども、うん、あの、福祉を受け取るためには職場に行かなければいけない。これなんです職場とリンクしちゃってるんですよ、うん、福祉が。だから、あれなんですよね。あの、そう、あの、 たあのだから首というのが重いわけですよね。だから単に仕事を失うだけではなくて、福祉を失うことになっちゃうんですよね。だから本当に非正規の人が困るっていうのは、そういう、まさにそういう,そうだから。そう、だからなんで、あの最低賃金が必要になるのかっていうふうに言ったらそ、そこなんですよ。そう、だから、福祉も兼ねちゃってるんですよね。うんうん こういうのもなんですけどもあの職業っていうのはあのもっと簡単にあの始められるべきものですしもっと簡単に辞められるべきものなんですよこれはまあそのベーシックインカムの額にもよるんでしょうけれど、はい、ある意味段差的には最低賃金とかなくてもいいだろうと考えてる。うん、最低賃金の決まりみたいな 賃金という完全失業状態でもあ,の、うん、あれですよ暮らしていけるだけのだからあのベーシックインカムが支給できるのであればうん、うん、だからもしそうしたら中途半端にお金を出した場合っていうのはそれでお断りじゃん、うん、いや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 。うん、まあそこでね本当になんかきちん と最低限のものがもらえるベーシックインカムというのが実現できたら、らそこの職業選択の自由というのが本当の意味で保障される。いやだからあのあれですよあのだそうだからあのそうだからし職そう職業と福祉というのをだからちゃんと分離する、うん、ディカップする。うん、はい。だか今は結局。うん その福祉を得るためにうなんですよいやそうだからなんかそうなんであの嫌な職場に耐えなければいけないかっていうふうに言ったら福祉とリンクしちゃってるからだからパワハラみたいなことも起こるしブラック企業まで搾取されるみたいなことも起こるんですよだからそこの部分っていうのはあれですよ竹中さんもだから同意するでしょうねそこの部分はね。<ー> <laughs> まあでも何と言えばいいのかな竹中さんはあの,福祉そのものを憎んでるとしか思えないんで、ね、<laughs> 何なんですかねって、うん、思うけど別に、うん、あんたもう十分金持ちやんけとか思うんだけれど、うんうん、いやだからベーシックインカムとだからあの人権にできればそれであれですよあの人権の保全というのをあのだからあの職場に強いなければ そうだから職場ももっだからあのあれですよだからあのだから君ら養っていけなくだからなったのでやめるわって言いやすくなるわけですよ。 うん、いやそうなったらこうつまり嫌な仕事に関しては高い賃金を設定しないといけなくなるから最低賃金の決まりがなくっても結局みんながやりたがらない仕事には高級がつんじゃないかっていう、はいはい、だから、うん、だから逆らった首って言ったら首、うん、どうぞって言いやすすくなるんですよねそうなると本当にいいんですけれどもね、うんうん、今度こそちょっと世界的に。 なんか、その議論が盛り上がって導入す、早く出るとこはい、出てくるといいんですけど。うん、スペインも結局、あの、ある意味所得制限付きだったりするんですよね。なんあそう,なのうん、完全なものではないですね。いや、でも、逆に所得を細かく見ていいというのであれば、負の所得税という。アイディアも、うん、あの、あります。要は、だから、あの、一定以下の場合、所得税率というのがマイナスになるわけですよね。マイナスの税金なので、だから、だから、それゆえ。 もらえるのだと。だけども、結局それをやるためにはどうしなければいけないかって言ったら、あの、あれですよ。あ,あの、自分の収支状況っていうのを、あの、うあ,あの、政府に対して、丸裸にしなきゃいけないんです。だから、政府に何もかも包み隠さず、見せても皆さんいいですよって言うんであれば、うん、あの、あれです。オプティマルなベーシックインカムではないです。負の所得税。負の所得税というのか、 あの収入税というのかちょっと待ってね,、えーとねうん、ミルトン・フリードマンが一ったんとはまた違うちょっと違うお。あ田舎で格安物件ならいけそうっていうのはベーシックインカムでなんとか暮らしていくっていううん BI ベーシックインカムの社会実験って最低何年くらい継続してデータを取るべきかこれ難しいですよね。本当は一世、うん、だから少なくともまるまる一世代と思うんだけれどもね、うん、うん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 あっ出ましたあのあれです。エクスペンディチュタックスあの支出税,あ支,出税支出したものにはい。 税金がかかる、はい。そうなんですよ。これはあれですね。だから、累進課税付きの、だから、あの、消費税ともみなせる。で、どうやって算定するかっていうと、要は、あの、あれですよ。あの、あの、あれですよ。口座残高を洗いざらい。<laughs> 絶対にやだ、<laughs> やだな。うん、そっち、ベーで。も、政府が本当に信用できるのであれば、それがまあ、一番フェアではある。うん,うん。ただ、それを現実的に導入した国家って、 うん、一つもないでですすよね中、うん、中国国らやりたいいいと思ってるかもしれないけどいや中国人はもう,それもうそれこそあれですよもうあの <laughs> うそう馬の目を射抜くようなだから、うん、あ,のあれですよあ<ー>、うん、もうだもう節税通り越してもう,あのもう脱税もだからいとわ、うん、ないのがもうなんか。うん 中国から絶対海外に逃げる人の続出な気がするなれすそれをもしもやったらいかに共産党政権が怖くてもいやだから実はあれですねあの中国人の気質と日本人の気質で一番違うのもそこですよね政府に対するそのお金の感覚税金のお金の感覚というよりもあのあれだもう,もういざとなったらだから海外にばッくれるというああ <laughs> 中華街いっぱいありますので、ね、海外に <laughs>。その辺のコミュニティがいっぱいありますからね、華僑の。うんうん、で、日本人もだ、あの、あれですよ、かつてもっていうのか、まあ、実は今も、あの、政府方が、だから、機民政策を取ってたおかげで、日本人も結構海外に出てるんです。海外に出た、あの、日本人はどうなるかって言ったら、現地人になるんですよ、ね。<laughs> あ アイエスアメリカの、だから、あの、あれですよ。あの、あの、日系男性というのは、あれですよね。うん、もう、あの、超模範的なアメリカ人じゃないですか。名誉アメリカ人として戦死してたりいや、<れ>名誉アメリカ人ではないです。立派なアメリカ人ですよ。ね、名誉じゃないああ、そう、ああ、ああはいはい。そういう、もう立派なアメリカ人だし、あれですよ。あの、日本人が一番嫌な、あの、だから、あのタイプの方は、バンバン出してきます。うん,うん。あ、じゃそろそろ時間来ましたので、はい えとですね次回はえ10もう10月、次10月か10月13日火曜日ですね8 20時からになりますのでまたよろしくお願いいたします。で、限定の方はですねえこのお金の話の続きそれとえ 13, でしょ13ですよね。あれ 十三ですはい。十、うん、の十三ですはい。金曜日ではなくて<あ>火曜日ですはい。うん、うん、大丈夫ですか？はい。枠の方は、はい、はい。で限定の方はそのお金の話の続きとあとその NTT の買収の話。うん、あ<の> NTT によるドコモの買収ですね。うん、ドコモなくなっちまう。それも。うん なんかこんな大きなやつが立て続けにあのまた来るのかっていうのもびっくりなんですけどそのあたりの話をやっていきたいと思いますので、はい、えっとじゃあ次回10月の13日もよろしくお願いいたします,ししますここまで見ていただいたどどうもありがとうございました、えー、ありがとうございましたじゃはいよろしく引き続きお願いしますはい